ちは。こんにちは。ずっと気になってた、これなんだろうと思って。これか、何ですか。これはね、ブラック豊かって人をディスるとき人をディスるときに、うん、ちょっとこうかぶってきついことを言うやん。言うように。これをかぶると俺じゃないみたいな。なんか外国人みたいな目鼻立ちしてますね。そう、いや、人は鼻がこんなにツンって高くなるだけで外国人みたいな顔になるんですか。俺ツンって高くないの。いや、高いですけど。高くない。ボテンと高い。ボテンと高い。すごいイケメンですけど、今。そうだろ。はい。こういう整形もいいな。こういう整形、いや、悪くないですね。悪くない。すっごいかっこいいです。そう。うん。いや、これが出てきたら、なんか人をディスってる時だと。いや、豊さんもちょっとなんかあるんですね。やっぱりこれ被らないと言えないこととか。な、これを被った方が安全な時あるな。なんで安全、安パイに走るんですか。いやいや、そんなことはない。うん、そんなことはない。うん、まあ今日はな、はい、はあのいろんなベストナイン聞いてきたと思うし、見てきたと思うけど、はいはい、俺ベストナインをその DNA でやってないんだよね。あ、豊さん、ね、いや、太陽時代から今の DNA に至るまでの、はい、太陽だけの、太陽だけの、太陽だけって DNA も含めて、ね、含めて、うんうん、歴代の、はい、え、全体を通してはやったんですね。いや、全体は通してやったよ。ただ太陽ホエールズベースター、まあ、DNA はやってない。やってない。あ、じゃあこれはだってやらないって言ったかさ。だってみんなやってんのに俺らがやんないって誰も聞いてくんないって誰でも自ら振っちゃう。そう。あ、じゃあやりましょうよ。はい、はい、じゃあまずはピッチャー。ピッチャー、うん、難しいなこれ言うので。だからみんな悩む。いや、だから、まあ、例えば、うん、そう、一番名前がポーンとくるのは、うん、佐々木なの。大魔神。うん、でもさ、大魔神って抑えじゃない。そうですね。だから先発って言ったら、うん、やっぱり平松さんかなと思うね。ああ、はいはいはい、平松さん。カミソリシュート。カミソリ、はい、ね、うん、本当にカミソリシュートでした。カミソリで俺一回味方だから当たらないじゃない。ですよね。でも紅白戦で当たった時に、はい、ものすごい品がよかった。ボールが品がいい、ああ、綺麗なボール投げる。 あるんですか、やっぱり品がいいと品が悪いって。エナスさんと共通するところがあった。へえ。だからやっぱこういうボールが勝てるんだなって思った、その時に、うん、で打つそれを打つに関しては品のいい球をっていうのは打ち弾かれる。あ、だからファールチップみたいな感じになるってことですか。うん、そうそうそう。だから回転数が多いんだろうな。あ、でね、オープン戦じゃなくて、あの紅白戦で当たった遠藤さんとかは、はいはいはい、遠藤さんって球速があったんだけど、はい、球が見えやすいんだよ。あ、これはやっぱフォークは落ちるけど、うん、他はやっぱ打たれるなっていうふうに思った。あ、分かる。申し訳ないけど、同じチームだからちょっと厳しく言うけど、はいはい、先輩だろうがなんだろうが、もうね、そこはね、そう、 OB 会に行ったらお前首絞められるかも分からないけども、けどもそこは言うと言う。あ、だから平松さんは今やチームマルコちゃんの友蔵みたいにはなってるけど、うん、そんなの誰も振ってないし、なんでそこ振ったんですか。でも昔はかっこよかった。いや、今もかっこいいですよ。もうレコード出してるからね。そう、昔の野球選手レコードも出す。歌もうまい。そう、ゴルフもうまい。うん、じゃあなんかもう火の打ちどころないじゃないですか、はい、ただ友蔵みたいになってるってことですか、うん、そこは俺かぶせるつもりはなかったけどね。すいません、すいません、すいません。じゃあ、すいません、はい、それちゃんですけど、品の悪い球を投げてたのって誰なんですか。品の悪いのはやっぱ勝てないピッチャーだよね。勝てないピッチャーってそうなんですか、うん、回転があんまり良くなかったりだとかさ、そういうピッチャー。じゃあ勝てない。だから秋代さんもああいうこわもてだけど、うん、品が良かった。ボールはこわもてだけど、それも聞いてないけど、ない相当内股だからあれ、ね、ちょっといや、あの風貌で内股だったらなんかちょっとなんかね、笑っていいのか怖がっていいのか分かんないよね。そうですよね。まあ、じゃあ平松さん、でも明夫さんとかはこういうこと言ったって許してくれるんだよ。そうバカやる歌かみたいな。ああ、そういうところはね、なんか性格なんですね。友蔵は初めて言ったけどね。ああ、友蔵って言っちゃったし。でもチームメイトで一緒に大先輩だから、俺先輩に甘えるのは大好きだから、うん、これ被らないでよかったですか、そっからね。まあいいんじゃない。まあいいかな。じゃあピッチャーは平松さん。そうだね、うん、キャッチャーはもう谷繁だな。だから谷繁はまあ例えば中日のくくりで行くのか、うん、横浜のくくりで行くのかっていうとさ、うんうん、いや俺はいる時にあいつがルーキーで入ってきて、はい、
ね、うん、でもう忘れもしない斎藤正樹からホームランを打ったってオープン戦でね、うん、俺らが苦しんでる斎藤正樹からあいつ打ったのみたいな、すごいですね、あだから非凡なものも感じたし、うん、あいつ入ってきた時パンパンな顔してさ、うん、お前何自主トレやってたみたいな、いややってませんみたいなやってあれがもうどん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 成長していって自覚ができて、うん、毎日ウェイトをコツ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 やるようになって、まああの歴代最高試合出場回数、そうですよね、それを作り上げたわけじゃない、だからまあそれには頭下がるし、やっぱ谷繁だな、うん、取ってからも早かったし、あ、たまね、うん、あの盗塁阻止とかもそうですし、うん、配球とかもどう、配球はね、うん、年々やっぱこう積み重ねて良くなってる、うんうんうん、最初はバカだお前何やってんだとかやっぱり言われるよ若手だから、そうですよ、ね、うん、でも、うん、やっぱ経験を積むことによって、うん、こうあいつはやっぱ記憶力がいいんだろうね、そういうことをどん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 こう覚えて重ねて、はい、自分の頭の中に一冊 の、うん、あの本ができるぐらいの、うん、配球のパターンだとかそういうのを持ってるよね、はい、おかげ、うん、賢いキャッチャーなんですね、賢くなっただんだんね、最初はバカなことばっかりやってたなあいつ、そうなん、あ、守ってそう思ってたんですか、うん、もうあいつわけわからなくて目充血してもうわかりませんとか言ってきたんだから、いや可愛かったんだよ、そうなんですね、谷繁さんもそんな時期が、うん、そういうことがあった、うん、でもやっぱりこうあいつはやっぱコツ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 できるね、そこがすごい、でも一番大事で一番難しいところですよね、そのコツコツっていうのは、うん、じゃあ谷繁さん、はい、じゃあ次ファースト、ファースト、はい、田代さんだ、お、田代さん、和球、はい、和球、はい、お、田代さん、先輩、もう先輩にバンバン言うからね、ねえ、友蔵でしたっけ、友蔵だと和球だったりとか、うん、いや田代さんは、はい、あの人は、うん、天性なホームランバッターだったね、で、あの飛ばないね、はい、一番横浜スタジアムが広いって言われた時代に、うん、場外ホームランとか打ってたからね、すごい、 いやすごいんだよ、であの人がやっぱチームを違えたら、うん、まあ例えばホームラン20本でいいと、うん、そのから3割打ってって言ったら打てた人だからね、でもやっぱりチームにホームランが必要だっていうふうに言われて、まあホームランを狙うようになり、うん、まあ率が下がり、田代はクソ打たねえとか言われた時代あったけど、はい、だけどあの人のバッティングってやっぱ天才的だったよね、うん、だからもったいなかったよ、無理した分だけ、ああ本当だったらもっと率もいってたしっていうことですよね、うん、人がいいんだよ、そうなんですね、うん、人がいい、あ、人、いや人が、人柄がいい、そっか、でまあ四角い顔してるでしょ、それはなんとも、まあ横浜の寅さんとかに言われてたんですよ、で三男坊が、うん、あ、三人目のお子さんが、うん、田代さんが車に乗るときに2階からパパーって呼ぶんだって、うん、こうやって、うんうんうん、かわいい、おーどうしたの行ってくるぞって言ったら、うん、パパってほんと顔でかいねってひどい、悲しいですよね、で真ん中が娘なんだよ、はいはい、ね、誰か来るじゃない、うん、わーパパねそっくりねって言ったら泣いちゃうの似てないよねパパにこうママにこう抱っこしない、パパのそのパパはダブルにショックですよね、ちょっとショックで、ショックですね、これ顔の話、まあ、そんな話していいのかな、いやまあいいですよ、まあいいですよ、いいですよ、まあまあそういうことが、うんうん、そういうことがあったっ、そういうことがあったって、まあまあ、ね、まあ、天才的なバッター、でも人は抜群にいい人、そう、あ、何を言っても多分大丈夫です、ね、いや何を、いやそれはね、うん、言ってダメな人は俺だって分かってるよ、言わないよ言わない、うん、でも田代さんは許してくれて、俺田代さんが実際に聞いた話だから、あ、そのね、で大爆笑した話だから、うんうん、だからまあ皆さんにも披露してると、そのお子さんもきっと綺麗になってらっしゃると思いますよ、多分な、うん、絶対にこういうの使ってんじゃないゴロゴロだからなんでそこをまたかぶせるいやいやお前がかぶせるから、ね、いや綺麗になってるからな、はい、じゃあファースト、はい次、はい、はい、セカンドもうそこはねロバート・ローズ、そりゃローズだよ、ローズ外人入れるの、いや外国人いいですよ、いや外国人入れたら俺の名前が入んねえから、そういやいいよロバート・ローズ、なんですよ、まあロバート・ローズじゃなかったら俺かもわかんないね、ローズ入れるんだったらローズですか、外国人、もう間違いなくローズ、これは優勝に貢献したし、はい、
やっぱり数字も見てもすごかったよ、うんうん、ただ俺の方が貢献した年数は長いけどね、はい、外国人だから、うん、まあ短命には終わったけど、はい、でもその中でも抜群の成績を収めてくれたよ、ね、ローズは。でもあいつがいけないんだよ。え、サードで取ったはずなのにさ、サードができないって。俺はセカンドしかないんだって。じゃあ俺が動くのか。そういっぺんなっちゃいますよね。え、それは俺ね損してる人生なんだよ。なんか それを聞くといろいろ ね、そうですね、ドラフトの時からあったんだ。まあこれはまたゆっくり話すけど、ね、なんかまあとりあえず外国人枠ではローズでも日本人枠だったらもう完璧だったと思うんですよ。もうめちゃめちゃファン多いですからね、豊さん。本当かお前。いや本当にめちゃめちゃ会いたいっていう人私の周りにすごい多いんですよ。あ、そう、うん、で全部男性陣あねなんでなんでですか。はい、セカンドはね、はい、ちょっとぼやっとしたけど、はい、でサードは石井拓郎。えっ、お、石井拓郎選手。石井拓郎はね、ショートのイメージがあるけども、はいはいはい、そうサードなんだ俺の中では。へえ、サードやらしたら俺あれほど上手いサードは見たことない。その上手いサードっていうのはもう動きが違う、肩が違う。さあ確かにショートの時も抜群の動きはする、はいはい、あるよ、はい、でも土のグラウンドに行くとちょっと苦手な意識があるんだよね、うん、まあ俺らもそうだったけど、はい、人工芝でずっと育つじゃない、うん、本拠地が、うん、そうなってくるとやっぱ土に入った時に、土のグラウンド行った時にちょっとリズムが狂ったりだとか、はい、そういうことがあるんだよね、うん、で石井拓郎もショートやってた時には、うん、若干そういう系があった、はい、土と人工芝の得て増えてみたいな、うんうんうん、でもサードの時はなかった。抜群にうまかった、うん、じゃあ合ってたんでしょうねサード。でも最初ピッチャーから野手に転向した時に、うん、そうだったんだ、サードでデビューしたんだけど、はい、こんなキャッチボールみたいな打球が、うんうん、まあ、サード守ってるとものすごい速いイメージがあるじゃん、うん、はい、うん、でもなんかフラフラっていう打球があって取り損ねて胸にドンって当ててエラーしたの、はい、それでピンチを招いてマウンドに広島市民球場忘れもしないけど集まった時に進藤が、お前何やってんだって、お前キャッチボールじゃねえって、何あんなん取れねえんだって言われた、言ったんですね。で、まあ、出始めの頃ね、石井が、うん、いや、タコロがすいませんとか言って、まあまあ気にすんなとか言って、うんうんうん、ね、まあまあ次しっかりなとかいう話でまあ別れて、うん、でもそっからめき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 上手くなってさ、うん、抜群のサードだと思う。そうなんです、ね、まあ九州に残る俺三塁手っていうふうにもう守備だけだったね。あ、もう全チームでもいいぐらい。ああ、もう全チームでもいい、いや、そのぐらいやっぱ俺石井タコロは上手かったと思う。じゃあもうそこはもう文句なしに。いや、俺の中ではもう、だから田代さんをコンバートしたの、ファースト。ああ、本当は田代さんっていうのがサードなんだけど、サードだったんだけど、まあ、ファーストで来たっていうこともあって、うん、でショート、はい、ショート、これはもう山下大輔。ああ、山下さん、はい、はい、うん、もうなんていうの、球界のプリンスみたいな、うんうん、慶応ボーイ、ザ慶応ボーイ、慶応なんですね。もうね、うん、大学時代のあの写真だとか、はい、見ると、うん、もう本当端正で、うん、まあ高橋由伸よりも慶応ボーイっていう感じだよね。あ、そうなんですね。あ、じゃあもうその頃からファンはいたってことですもんね。慶応の頃から、その頃からね。でも頭薄かったそれはいやいや、じゃあだん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 危ねえなっていう感じだんだん危ねえ。俺と二遊間組んでてな、クソ夏の暑い時に、うん、もう日差しからポタ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 汗が出てたそれはここでストッパー止まらないんだ。ストッパーがなかったってことですか、うん、大変やな山下さんと思ってたら俺も、うん、途中からそうなってきたみたいな、おかしいなみたいな、おかしいな、ストッパー、ストッパーがなくなったぞみたいな、まあまあまあ、でもボールもストッパーだったな。あ、止めるのもね、まあ天才的だった。あ、そう、もうね、どんなボールに対しても力が抜ける、うん、力が抜ける、うん、例えば、はい、こっからこういうボールっていうのは取ってる、はい、こうやって取れるよね、はい、こっからこういうのっていうのはってなるでしょ、はい、ならない山下さん、フワンってな。はあ、へえ。だから例えばゲッツーでこう入りかけて、うんうんうん、ね、あ、ハーフバウンドになると思う、バウンド合ってないと思うじゃない、うん、そしたら一瞬遅らせないと、うん、こっちが、うん、タイミング合ってこないんだよ、はい、
でも山本選手さんどんな球でもふわっと投げてくる、全部が全部すごい。だからあこっちが余計な考えしたら、うん、逆にこっちが遅れると思って、はい、あのもう それから分かりだしてから速くなったけど、はい、すごい、もう天才的だね。すごい。それもうずっとそうなんですか、山下さんは。山下さんそう。でも山下さんが尊敬してくるのが、はい、米田さんっていうショートがいたんで、はい、で米田さんの真似ばっかりをこう山下さんが後ろでしてたと、うん、で上手くなった。じゃ誰かの、まあ、最初からね上手い人なんかいないんだよ、うん、まあそうですよね、うん、誰でも。じゃあ真似っていいですね。好きな人の真似って大きいですね、うんうんうん、今度宮本慎也が来るけど、はい、宮本慎也が上手くなった極意っていうのは、うんうん、多分皆さんにお知らせすると思う。いやもう名ショートですよ。まあ守備で言えば最高のショートだよ。本当、ね、うんうん、私も大好きです。考え方とかね、うんうんうん、まあ山下さん、山下さん、はい、外野行きますか。外野、はい、外野いたかな。ちょっと待って、いやいますよね。太陽だけ外野いないなんてことはないんですよね。いますよね。普通さ、うん、外野って打つっていうイメージがありますよ。クリーンアップとか外野の印象ってあんまり俺薄いんだよね。誰が守ってたんだろうみたいな。レフト筒香じゃん。思い出したわ。あ、現役の選手忘れてた。誰も現役いなかった今まで。確かにそうだろ。筒香選手、いやまあ筒香はいるじゃん。そうだ、筒香選手。筒香最高じゃない。いやそうですよ、もうね、うんうん、再生しましたよね。そう、あ、忘れた。太陽時代に偏ってた。ちょっと DeNA も OK です。 DeNA、 まあ、うん、DeNA とベイスターズっていうのは大体かぶってる選手が多いからな、うんうんうん、そうだな。まあ筒香がいるじゃん。何言ってんの、何を言ってよ。ごめんなさい。いやでも最初筒香選手が入ってきた時ってすごいな、ね、すごい選手が来たって言われてたじゃないですか。でも一時だってファームのさ、うん、あのネットを越えていくから、うん、ネット突き返したんだ。あ、民家に当たっちゃうから。それ筒香選手のために、うん、で浜のゴジラが来たって言われていて、ね、でもなかなか一時ちょっとスランプじゃないですけど、なかなかなありましたよね。手首の関係だな。あ、そうだったんですね。で手首がちょっとフラスト痛いっていう、うん、でなんかねちょっと形状が一人ちょっとなんかちょっと違うんだよね。あ、こういうで手術しようって言ってたの。はい、手術は嫌だと、うんうんうん、そのじゃあもう秋でぶっ壊しましょうと。あ、その感覚というか中橋さんとね、はい、いや壊したら手術しなきゃいけないし、うんうんうん、これだけの練習を耐えきれないと、うん、今後あの筒香のためにもならないから、うん、やらすだけやらしてみましょうと、うんうん、泣き言言わずに、うん、それ超えたから、だからそれから言わなくなった。やっぱその秋のキャンプって、うん、だからね、痛いからって守るんじゃなくて、うん、攻めてみる時も、もうなきゃいけないということで、うんうん、必要だということ。その時の、まあ、言葉は悪いけどね、壊しにかかったわけじゃないけど、うん、もう痛いっていう、もうこれだけみんながやってて、みんなについてこれないんだったら、もう手術しろっていう、うんうんうん、でも両親とかも、こう、なんていうの、話し合って、うん、手術はしないでくださいと、うん、手術はしたくないって言ってきたから、うん、じゃあ、キャンプで耐えてみろ。うん、それから言わなくなった。あ、じゃあよかったですね。よかったよかった。本人にとってもよかったですね。だから本人も相当なあの覚悟で臨んだと思う。その秋季キャンプ、うん、すごいな。そう、やっぱ一山とか壁を越えると、そうだね、やっぱすごいですね。そうだ、筒香選手がいましたね、はい、で精神的には春、うん、あ、春選手、まあ、活躍した時期も、はい、うん、あいつ凡打したら一塁にテレコテレコテレコ走ってんだよ、うん、でそれで出されたんですよ、中日に。そうだったんですね、うん、あの、あるベテラン監督にね、うん、あいつなんだって一塁まで走らせるように言っとけとか言って、うん、あるお前とりあえず全力疾走しろよとか言って、うん、守備走塁コーチの時にね、うん、あ、分かりましたね、うん、でもあいつまあまあ走らないのは良くないんだけど、うん、あいつは勝負に対してやっぱもう直線的だったよね。うん、でピッチャーに対して打たれてどうのこうのした時に、うん、やっぱピッチャーにはっきり言えるからね、ものを、逃げてんだよってフォアボールとか出した時とか、まあ、そういう精神的な支柱があって優勝できたというね。あ、そういう選手必要ですね、やっぱり。絶対必要。士気がチームの高まるというか、うん、なんかグッてなりますね。うーん、春選手ってそうだったんだ。そうだな、うん、でもう一人は
佐伯かな。おお。佐伯地味だけど、はい、でもコツコツしっかりした数字を残してくれたんだよね、うんうんうん、だからそういう意味では佐伯かな。でもね、うん、こういうのを決めると、うん、多分 OB がいたとき怒られるよね、見てたら、うん、俺はなぜだって忘れてる人たくさんいるもん。いや例えば松原さんとかいたんだよ、ま、松原さん、松原さんって、はあ、最後ジャイアンツに1年間行ったんだけど、はあ、松原さん、うん、いや結構いい選手いるな。いやだから思い出すと、いやこれね難しい。ゲスト呼んでやらしてるけど、はあ、難しい、ま、怒られる。今気づきましたか、うん、そっか。まあでも守備のベストラインとか、うん、バッティングだけのベストラインとか、またあそうです、ね、いろいろ形変えた方がいいな。そうですね、あと精神的支柱とか印象の薄いベストラインとか。ちょっと待っていやいや印象だって松原さんって忘れてたわ。そっか、逆にじゃあファーストだったんですか。田代さん外そうかな。いや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 一応入れたんであそこまで行ったからな、うん、あとあポンセ、ポンセ外国人、うん、外国人だけど、あいつは仲間でもいいけど、仲間、印象の強い選手ですもんね、ポンセはね。あいつバッティングが良かったけど下手くそだったな。下手でした。でもマリオだったらね、マリオしたら抜群ですよ。いやもうマリオっていうか、うん、いやあいつカートに乗っとけっちゃうんだけどね。そうですね、渋谷でね。そう、うん、ね、ぜひ待ってます、はい。